100人とももう年だからとか、使えないからいらないって言われても101人目いるかもしれないし、全力でずっとやってきてるのに完結してないんですよね。夢って、みんな本当にバッて思ってるだけで、こんなに打ち込む人ってあんまりいないんじゃないかなと。40になってもサッカーでプロになりたいっていう思いが強いんです。死んでも諦めきれないんです。おはようございます。おはようございます。みんなで行こうよ。40の誕生日こうしてサッカーしてるとは思ってないですね。今日一生懸命やんないと明日来ないなって思って毎日やってきたかなと思うんで、サッカーに関してはやっぱりまだやってんだねって笑ってほしいですね。